サロンドゥーズという、元はね、海外のおもちゃみたいなんですけれども、こういう女の子のお人形がランダムに、12種類の中からランダムに入っていて、ヘアアレンジをしたりして遊べるおもちゃだそうです。これ、日曜の朝あたりで、ちびっこちゃん向けのテレビの時間帯ありますよね。その時に CM でやってたんですよ、これ。
ください。お湯を使って遊ぶときはお子様だけで遊ばないよう十分にご注意ください。熱湯は使わずに火傷にご注意ください。お湯のことが書いてあるということはメルちゃんのあの髪の毛みたいになるんですかね。予想ですけど、セット内容、ドール本体一体、椅子スタンドワンセット、そうだそうだ、先にちょっとねこれを見ましょう。テレレレテレレレレレテレレあーすごい。開け方がちょっと無理かな。開け方が書いてあるのと、あと入ってる12種類の子たちが一覧になってますね。まずは遊び方。ステップ1、ボトルをスライドしてカバーとケース、カバーとケープを取ってみよう。どの子がいるかな。やってみましょうか。さ
ごい香りがします。香りがね、なんなん、あ、かわいい。ちょっと待って、カバーとケープを取ってみよう。カバーというのはこれかな。なんで自分が笑ってるのかわかんないんですけど、なんか笑っちゃう。ずん、白い髪の子だ。白、水色かな、グレーかな。そして、難しいな、これはどうやって撮るんだ。ケープの撮り方がわ かりません。どうやって撮るんだろう。あ、切り取り線がありました。失礼しました。これがあった。そしてケープを どの子がいるかな。ドールと吸盤を取り出そう。ドールと吸盤、ちょっとどうやって取るの。あ、取れた。ボッサボサ。すごい、これをね、ふわふわするたびにいい香りがするんですよ。これでもなの、コットンキャンディーみたいな、よくプラザとかで売ってる海外のお人形の香りなんかね、あるんですよ。取り付きのお人形っていうのが、そういうのって大抵この匂いがしますね。で、この子を早く出してあげたい。中央穴が開いて、わあ、ちょっとこの手に乗っちゃってる感がもうかわいい。あんまり男性の方は興味ないかと思うんですけども、すみません、お付き合いください。かわいいな。かわいくないですか。ほら、こんなかわいいね。これちょっと私集めたくなっちゃうかもしれない。すごいかわいい。なんでこんなに壺にはまってるか謎なんですけど、一応ね、こんな椅子、こんな感じで、さっきのこの頭のところに吸盤があったので、これを、
速わからない。取り外せるよ。あ、そういうことか。こうだ。で、こう。ん？こうしかないよね。板がくっついてるので、鏡にね、多分いっぱいこうやってこの人形つけて飾るんだと思います。うん、はい、かわいい。それで結局ね、どの子だったかというと、ラブリー・ドゥーズのエマちゃんだったみたいですね。キャーって書いてあります。キャー。あとはトゥインクル・ドゥーズ、ジュエル・ドゥーズ、フラワー・ドゥーズ、なんだ、ムーン・ドゥーズと、キャンディ・ドゥーズ。あ、うん、ここにね、あったかいお湯で髪色が変わるよって書いてあるんですけど、この子だけなのかな。この子だけかもね。そしてどこかにアクセサリーが、ここかな。これが多分紙ゴムと、これだ、櫛が良かった。コテですね。でも、え、この子どうやって溶かそうかな。こんな感じですか。でも、ね、意外とこれでもう溶かせてますね。ちょっとね、このままだとヤマンバちゃんみたいな感じなので、サロンにね、連れてってあげようと思います。で、可愛くしてもらったらいいかなって思います。というわけで、次の動画はこの子の子がヘアサロンに行く動画です。それでは今夜もゆっ